響を与えていた。こちらの軍勢はラムダを受けて約10万敵陣営を通った時いかがする？いつなり家康はこのまま西へ向かうよ。敵ヶ原の道を踏んでいます。放っておけば我らは必ず土手に回ることになる。敵ヶ原へ進むことをお勧めいたします。敵ヶ原は狭い。南部山の勢力を使えば黒船踏みというわけか。はい、決戦は関ヶ原だ。この頃、上方では諸大名の大阪城に集められていた。島津家も例外ではなく、当主忠常の妻である前当主義久の最愛の娘上重が人質になっていた。忠常は本家に直系男子がいなかったため、亀氏と結婚し家督を継いだが、家中からその統治能力を疑問視されていた。亀氏は忠常の政治生命の要であり、島津家の平穏そのもの。道具についた細川